ニバーサリーパーティー略してザムイエーイ皆さん今日はリハーサルが伊藤かな子のリハーサルがただいま終わりましてですね、はい、これどうですか、はい、すごいですよ、大ボリュームです、ね、大ボリュームですよ、もう月曜から本当に月曜の夜なのに皆さんねちょっと本番本番ね、本番って本番そうですよ、8月12日は月曜日なんですけど、コミケの最終、あ、最終コミケの3日目が月曜日なの、よくわかんないけどね、誰かの誕生日うちの娘の誕生日なんです、誰うちの娘、そうですか、そうあの中勤に、まあいいや、そうですじゃあお誕生日会と、はい、10周年ね、すごいですね、ぜひ、本当お世話になり続けて10年間ここをちょっとね、本当にありがとうございます、あはははね、すごい、すごいメンツがね、何をやってるんです、祭りをやるので、そうなんですよ、ぜひ吉祥寺のシーター、集まりください、はい、駅から近いのでね、はい、吉祥寺にさえ来れれば、はい、見れますから本当本当ヨドバシの隣だから、はい、ヨドバシの隣の隣で隣の隣、いいじゃんって言って仏壇屋の下ね仏壇屋が仏壇屋があって私の目は串穴さんに覚えたあの、ぜひ、あのね、もう10年間やんないからこれ見逃すと本当次は20周年みんな、おじいさんやおばあさんやんなっちゃうあいつどうしたそうか、そんな意味ではこんなに集まるのはもう今年だけかもしれない、いやでも、もう来年ぐらいから一人かけ2人かけそう言わずに、なんかもうちょっと、もうちょっと短いスパンでやりましょう、またそうですね、短い、まあ、まだやる前なのでそうですね、やってみて、ぜひ来てください、これから盛り上がってまいりますので、はい、第1回はい、お待ちしてます。